エアの男が乗ってたの渋いだ。今回こちらのものを買ってきました。デデン、ザ・ナ・ナルティーファートホイッスル、オナラホイッスルでございます200円でございます。東海まで見てくれてる人はね、知ってると思いますが、汚いわけですよ、動画が。まあね、親に見せれないとかね、女子は東海を見てるなんて恥ずかしいって思ってる人もいるかもしれませんが、大半をおならが占めてるわけですよ。おなら、うんこ、肛門関係が占めてますな。その肛門関係を緩和するためにこちらを買ってきました。これがもしおならの本当に音がするなら、おならする必要がなくなるわけですよ。確かに今後の僕らの動画がだいぶ綺麗になる可能性を秘めてる。でもね、正直これを聞いて初心者の僕らがおならかどうかって判断するの難しいんで、今回こちらの方に来ていただきました。どうぞ。どうもよろしくお願いします。教授、こちらなんと数々の肛門の歴史に詳しい穴澤准教授でございます。穴澤です、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。このオナラホイッスル200円っていうものなんですけど、クオリティ的にはどうなんですかね。やっぱり200円っていうことでですね、作りも雑なんじゃないかと、うん、何よりもこれがあまりにも高性能だと私の出番がなくなってしまうのでその処理自体は避けていきたい。なるほどですね。とりあえず吹いてみますか。もう200円。高評価。ブーブークッションの先端みたいなやつがついてる。じゃあ失礼します。いえ、待って、教授いらないかもしれない。これバイバイじゃない全然違うじゃん。驚愕すぎる。真剣におならの気持ちで吹いてみて。電子音じゃん。机に置いた時の携帯のバイブじゃん。ひどい。マジか。おならの美学的に本当に怒りたい。手を舐めてる。おならホイッスルの音がする。そう、おならホイッスルの音がする。なんか例えようもない。ここ持ってこの辺で音程変えるとか。冬のバイクなんだけど全然エンジンかかんねんね。扇風機に葉っぱ差し込んだこと。何してんの教授。全然東海の動画に使える代物ではございません。こんなものは。でも空気が綺麗すぎるというか、このおならはやっぱりメタンガスが入っている。やっぱりそういう意味ではこの音の振動の伝わり方がちょっとね違うと思うんで、これをおならで吹いてみればよりおならに近い音が出るんじゃないでしょう。そりゃそうだよ。違うかねえか話が。これいるのか。じゃあおならでいいじゃん。いやでもそれちょっと汚いじゃないですか。ああ笛の音だよってこと。そう、これ笛の音だよ。ああ、おならに似てる笛の音なんだ。でもおならじゃない。なるほど、うん、でも匂いはするよ。この動画だけはこれを鉄でやるけど、今後はこれをずっと指してる人と思えば、そう笛の音なわけ。そう思えば女の人子も恥ずかしくなく見えると思います。私たちの研究者7億円をかけて開発したこのおなら出し出しマシンで、今7億円って言った今。おならを促進していきます。これ促進するな。あ、オリジナルいいですか。はい。ちょっと近かった。今までのヘブエンの中で一番ヘだった。お前汚いやつなみたいじゃん。あーもう痛い。じゃあ入れていきますんで。はい。いや、なんか何回見ても笑っちゃうなこれ。教授、はい、いきます。うおお普通のおならでいった来たね。はい。まあこれ臭くないんだよね、おならなのかな。あ、そっか、いやもともとこれで入れてんじゃん。え、これってさ、7億円かけたけどメタンガス。これって汚れはね、普通のガス。あれこれ空気だよね。空気。え、じゃあ意味ね。肛門で…やば、この教授。肛門でこれ吹くだけじゃん。じゃあやばい、7億円の使い道間違えた。いきますよ。はい。うわ、来たー来たー。ちょっと、もっと来い、もっと来い。来たー。あ、来たー。早く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 。もうちょっと入れる、もうちょっと入れる。あ、やった。あ、来た来た来た。いけ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 、いきます。いけ。それで今から普通のおなら、普通に口で吹いたホイッスル、おならで吹いたホイッスル、これ3つをやりますんで、モザイクかけるんで皆さんも当ててください。はい。これはね、散々おならをしてる白湯だからこそ当ててほしい。当てれなかったらお前が屁をこくまで永遠に回し続けるっていうサブチャンを取りましょう。皆さんもぜひ当ててください。皆さんも当てれなかったら芝居のそのサブちゃんを絶対見なきゃいけないっていうルールで。いきます。ホイッスルなしのおならの音。なんとホイッスルありのおならの音です。哲也の屁ってイボジがこうあるからっていう音が鳴るんだよ。これを肛門に刺しておならをすると、徹夜寄りのイボジ寄りのおならになるということ。じゃ
ゃあ徹夜よりのおならをしてみたい人はぜひこれを、はい、買ってみてください。下に概要欄貼ってありますんで、はい、まあ最後に普通に口で吹いていてもらって終わりましょうか。じゃあ綺麗なおならで、もともと違う違う、エンディングのピーに重なるくらいの、ブーくせいけうわだる臭いの臭いスクロッカスの女やだよ女やだ絶対やだやだねえ公共的ないおいやだ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 ほんとやだ臭いんだからねえ臭いんだからお前お前のお尻だから今日の教授臭い臭っ